ございます、プロデューサー。しっかり教えてくださいね。それじゃよろしくお願いします。プロデューサーの指示すごくわかりやすいです。参考になるな。本当にありがとうございました。話せないんです。だってうちの弟たちに知られたら大変ですよね。きっとお姉ちゃんだって怒られてるくせにとか言って言うこと聞かなくなります。だから私、はい、いつも強いふりしなくちゃいけなくて、でも毎回隠して溜め込むのも辛くて。これでもかってぐらいに。